ンハンマーのワンピースとスウェットにロンドンで購入したプラダのバッグを合わせました。桜が結構咲いてますね。綺麗。っていうブランドでお洋服をオーダーしたので、それを開封していきたいと思います。デニムのスカートで、デニムのスカートとワンピース、この2つを買いました。こういう感じのデニムなんですけど、まあ、ロング丈ですね。でこう形が結構変わってて、アシンメトリーな感じになってるスカートで、あのこの生地がねすごい変わってて、この雨をイメージしてるって言ってましたね。だから洗えば洗うほどこう味が出てくるデニムだということなので、楽しみですね。これこのボタンもね、どの色にしますかって聞いてくれたんですけど、元々のボタンが可愛かったのでこのままにして、もう私のすごい好みのワンピース、これめちゃくちゃ可愛くて、ちょっと透け感がある感じなので、もう春とか夏もいけそうな感じですね。これが下地でローラメルシエ、これ何にでも合うからこれ使ってて、その後はクッションファンデ 1N1 新しい色のやつを使うようになりましたね。でそれかこのアンドルフのクッション、どっちかを使うことが多くて、で私はもうファンデした後になんか気になるところをのがこの MIMC のコンシーラー、これはもう多分5個ぐらいねかもしれないぐらいめっちゃ減ってるこのぐらい減ってる、すごい、もう底が見えてる。でアイシャドウ、この光源堂のアイシャドウは色がすごい綺麗で、最近よく使ってるのはこのオレンジのやつを使ってますね、うん、でオレンジを使いつつなんかこっちの、ブラウンでちょっとぼかしたりとかしてすると発色もいいし、なんか、なんていうのかな、ナチュラルな仕上がりになる。でこれはもう本当に超いい、カネボウの、これはもう自分で選ぶやつやけど、私はこの3色というか、このなんていうのかな、3つを入れてるんですけど、
このねラメがすごい綺麗で、はい、ではステージの時は結構ラメをギラギラに乗せたいなって時に使いますね、うん、でこれがフーミンのアイブロウ、もう一個明るいピンクが入ってるやつも欲しいなと思いつつ、私はこれを使って主にこの薄いブラウンとこっちのピンクを混ぜて使いますね。こっちはあんまり使うことがない、なんか眉毛濃くなりすぎると嫌やかな。でこれランドルフのなんていうのかな、イルミネーターはこう鼻筋とかにちょっとなんか光を集めたいところにつけたりとか、これはもうチーク苦手な私にとってすごくいいチーク、ネイティブっていうカラーで、うん、なんかシェーディングにも使えるブラウンのチークですね。でこれは眉毛エティュセのアイブロウ、うん、結構明るい色けど暗い髪の毛にも合うかな。でもうこれは大好きなキャンメイクのカラーマスカラ、これは本当に下地み、まあ、無色透明のやつは下地で使ってたけど、それに色がついててちょっと抜け感が出るカラーやから使ってますね。でリップは乾燥しやすいからこのもう香りが最高で、うん、甘いっていうやつなのかな、バタークッキー、もう香りがいいから常につけてます、しっとりするし。でこのロム&はピンクパンプキンで、そのこれを塗った後にティッシュオフして上からこのエティセの03番を重ねて置くとステージでも落ちないなんかリップになるから、すごいもう最近使ってるコスメはこんな感じ。最後までありがとう。またねー。